それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は主に乗算とそれから乗用付きの除算に関する説明を行いました。一変数多項式の乗算、それから多倍長整数の乗算ですね。あと、整数や多項式の乗用付き除算について説明をしました。で今回はユークリッドの誤助法に入りたいと思います。ということで、今日からのテキストの方は第4章で、49ページから始めますので、テキストを持っている人はそちらも見ながら、確認してください。で最初に、セクション 4.1 で、イデアル常用間最大公約子、最小公倍子について、言葉などを復習します。で一応皆さん、この授業の履修者の多くは、数学類の2年次の授業科目である代数入門を受けている人が多いと思いますので、ここに出てくるほとんどのものは2年生の時にすでに習っていると思いますが、一応確認のために言葉の復習をしておきます。あと記号で記号の定義ですね、復習しておきますと、まず R をここではカカンカンとしまして、それから、よく R のイデアルを扱います。で、R のイデアルには生成元というのがありまして、それから、イデアルには有限生成という概念もありました。あと、単項イデアルといって、1個の元で生成されるイデアルですね。そういったものも扱っております。それから、常用の計算を行う際には、よく扱うものとして、常用類というのがありまして、あと、常用類が間をなすときには、これを常用間と呼んでおります。それからと、テキストの定義 4.3 では、この今のような概念にまつわるいろんな言葉が定義されていますので、一応各自復習していただきたいんですが、一応この授業ではこういった言葉を使うということで、例えば約元とか倍元ですね、それから、最小公倍子、最大公約子、あと、単元とか逆元とか規約といったような言葉を使いますので、各自確認しておいてください。あと一つ注意を述べておきますと、この最大公約子ですね、GCD とそれから最小公倍子 LCM っていうのは、一般には1には定まりませんけれども、この整数間 Z においては、これを正の数というふうに取れば、1に定まることがわかると思います。ここまででしょうか。それでは、その次ですね、セクション 4.2 のユークリッド整域と誤助法に進みたいと思います。でまずこのユークリッド整域についてもこれも以前授業で耳にした人もいるかと思いますので一応復習のために確認させておきます と、まず R をですね整域としましてそれから D を R から自然数とマイナス無限大の和集合の絵の写像とします。でこの時に R がユークリッド整域であるというのは次の性質を満たすことを言います。A と B というのを R の任意の元とした時にもし B が0でないならばある R の元 Q と R が存在してで A が B×Q プラス R を満たしかつその R の先ほどの写像 D による値が B の D による値より小さいと。こういう性質を満たすことを言います。で、ここで、D というのはユークリッド関数というふうに呼ばれます。で、あと Q というのが小と呼ばれるもので、それから R が常用と呼ばれるものです。で、この D なんですけれども、整数ですと、例えば整数ですとよく使われるのはその絶対値ですね、絶対値を取る関数でして、それから、一変数多項式もユークリッド整域、R 上の、R 上、R がユークリッド整域のときに、R 上の一変数多項式間もユークリッド整域になるんですけれども、その時の D としてはよく多項式の次数が用いられています。で、一応ここで一つ注意としましては、その一般に与えられた A と B に対して、その Q と R が1に定まるとは限らないという点に注意が必要です。それからあと、これも言葉の確認なんですが、定義 4.14 のですね、互いに素という言葉がありまして、
で、これまあ、R を A から A1 から AN を R の元としたときに、これらがその互いに素であるとは、その A1 から AN の GCD が単元であることを言います。で、特にその A と B ですね、2つの元が互いに素のときは、このテキストでは、この垂直の記号を使って、この単互いに素ということを表しておりますので、以後テキストを読むときに注意してください。ここまでいいでしょうか。